トランプ詐欺のという画題、これはもともとの起源はカラバッジョだって言われてるんですよね。カラバッジョのこれ見たことないですか？あ、初めて見ます。カラバッジョの出世作ですよこれ。トランプ詐欺してますよね。あの左の子が騙されて、ね、こいつがかも、ね、覗かれちゃって荷持ってますかなんか教えてんだよねこれね。はい、でこいつがこう、おあじゃあ俺は、これはもうカラバッジョがローマに出てきてベルモンテス奇境に認められたきっかけになった作品なんですよ。あの射程のカラバッジョが逃げた時シチリアに訪ねるミンニーチっていう射程の画家がモデルになってると言われるやつ で、はい、でこの作品は同じ時期に描かれたこれと対だと言われてるんですよ。はあ、女占い師という作品とこれと香水で、はい、これもいわゆる騙してるんですよ。騙してるんですか？騙してるんです。手相見るふりして指輪盗んだりしてるんですよ。これとまあついだろうと言われて、これとこれは結構セットなんですよ、はい、だからジョルジュ・ラトゥールも当然こっちも書いてるんですよ。おそれがこれなんですよ。うん、これなんですよ。ジョルジュ・ラトゥールも書いてるんですよ、ね、でこれももともとは対だったんじゃないかって言われてるんだよ。でこれとこれだと対っぽくないんだけど、もう一枚の方これとこれだとだいぶ対っぽいんだよ。そうですね。だからこれももともとこういう対だったんじゃないかと言われてるんだよね。でこの画題、まあ、カラバッジョが最初に始めたと言われてるんだけれども、何なんだよっていう話じゃないですか。うん、騙されんなよっていう教訓なのか、まあ、教訓なんだろうけれどもさ、なんでそんなのわざわざ絵に描くんだって話じゃん。でこれ一説にはさ、聖書に出てくる放蕩息子の話あるだろう、はい、あのいわゆる放蕩息子シリーズっていろんな絵描かれてんじゃん。あのレンブラントもさ、奥さんと一緒に放蕩息子のコスプレして調子に乗ってるところの絵とか、放蕩息子が調子に乗ってる絵っていろんなバージョン描かれてるじゃない。だからこの放蕩息子の話のバリエーションとして放蕩息子が調子に乗っててこう騙されるみたいなあれとしてそもそも書き始められたんじゃないかとも言われてるんですよ。はい、だけど俺個人的にはさ、ちょうどカラバッジョとかラトゥールの時代にね、ヨーロッパ各地であのロマの人たちの排斥運動が起きてるんだよ。へ、各地でロマの人たちが問題視されてるんだよ。でこの占いしてる人とかロマなんだよ、この人たちとかは。これラトゥールの絵でもそうだし、カラバッジョの絵でもそうなんだよ。これもう衣装からしてこうロマの人たちなんだよ。でこのカード関係もトランプ占いをやったりすることからも分かるように、基本的にロマの人たちがよくやるあれだっていうんで、なんとなく俺背景に当時のそのロマ差別的な差別というかロマに対する偏見みたいなのもあったんじゃないかなとは思うんですけども、まあいずれにせよこういう画題をカラバッジョが確立したのをラトゥールはユトレヒトの画家たちから学んだわけです。そのユトレヒトの画家がどういう画家かっていうと、例えばこれはヘラルト・ファン・ホント・ホルストっていう人なんですけどね、ラトゥールのろうそく屋なんか、うーん、これ元祖夜の画家と言われたのはこの人ですからね。そうなんですね、うん、この人ヘラルト・ファン・ホント・ホルスト、ヘラルトってイタリア語で言うとジェラルド、はい、この人ジェラルド・ドラノッテ、夜のジェラルドって呼ばれた人で、これもトランプ詐欺の絵。それからこの人の一緒にローマに行ってカラバッジョに学んだヘンドリク・テルブルヘンっていう人がいるんだけども、これも実はこうイカさんをこのじいさん騙してて、こういう人たちから学んだ。特にこのテルブルヘンっていうのに画風がものすごい似てるんだよ、ラトゥールっていうのは。でこの二人っていうのは当時ユトレヒトで
画塾みたいなの開いてたのね、はい、もしかしたらだからラトゥールはそこに行ったことがあるんじゃないかっていうぐらいこっちに似てるね、カラバッジョ本体より。うーん、でイタリアに行ったという痕跡もないから、まあこの人たちユトレヒトカラバッジョ式に学んだんだろうと言われてるんだよね。